小持銀河と、そのとも銀河 NGC5195、マウス銀河相互作用銀河は、複数の銀河が互いに影響し合っているように見える系のこと。小規模なものでは、渦巻銀河の過剰腕の乱れとして、大規模なものでは銀河の衝突がある。いずれも互いの銀河の重力による相互作用の結果観察される銀河の姿である。天文観測の早い時期から知られている。 M51 では、共銀河の重力により、過剰腕が引き寄せられているのが観測される。ステファンの5つ5銀河では、4つの銀河で長石で、伸びた銀河星雲の尾が繋がっているのが観測されている。銀河の衝突は、銀河の進化においては、比較的頻繁に発生する。銀河の物質が極端に希薄な分布であることにより、衝突は、合体を誘発しうる。 これが起きるのは、二つの銀河が衝突するとき、また、二つの銀河が衝突後に移動し続けるための十分な運動量がないときである。その代わり、それらは一つの銀河を形作りながら、互いに落ち、そして結局、互いに多くの通り抜けをした後に、合体する。衝突している最中の銀河の一方が、他方よりもかなり大きい場合、 合体後にほぼ完全な状態を維持する。それは大きい方の銀河は小さい方の銀河が剥ぎ取られて大きい方の銀河の一部になっている間ほぼ同じ状態に見えるということである。通り抜けでは両者の質量がそれほど変わらない場合は銀河の合体ほどには銀河の形状を生み出さない。その時両方の銀河はその通過後においてほぼ物質と形状を維持している。 片方の質量がコンパクトで非常に大きい場合、回転する大きな銀河を構成する星が一旦中心に引き寄せられて反対方向へ飛び出そうとするが、その後中心重力と遠心力が釣り合って、リング状となることがある。車輪銀河をはじめ、新しく観測されているリング状の銀河でも、そのような形成の説明がなされている。現在、銀河の衝突は、 コンピューターにて頻繁にシミュレーションがなされている。そのシミュレーションには重力、ガスの散逸、保星形成、フィードバックを含んだ全ての現実的な物理学を用いている。初期の相対的な軌道のエネルギーに従ってある時点で合体するか、または合体しない銀河のペアは勢力的な摩擦によりスローダウンさせられる。銀河の衝突のシミュレーションをした図書館が パリ天文問題のウェブサイト、ガルメールで閲覧可能である。銀河の共食いとは、ある大きな銀河による経過を指す。大きな銀河は、同伴するより小型の銀河との銀河調汐力の重力的な相互作用によって、小型の銀河を飲み込み、合体する。その結果、銀河はより大型化していく。最もありふれた結果として、二つまたはもっと多くの 銀河による重力的な合体は、一つの形を持つか一つの形を持たない、不規則銀河になるが、楕円銀河になる場合もある。銀河のともぐいは、天の川銀河と大マゼラン雲とコマゼラン雲の間で現在起きていると、案にそう定起されている。矮小銀河である大小のマゼラン雲から、天の川銀河へとこう描く重力に引き寄せられた水素の流れは、 この理論の証拠になっている。銀河の衝突では、星々の規模に対しては、密度は希薄なため、星同士の衝突は滅多に起こらないと考えられている。しかし、銀河にガス成分が豊富に伴っている場合では、重力によってガス成分が急速に密度を増し、爆発的に星が誕生することがある。スターバースト銀河と呼ばれる銀河の成立過程には、 このような銀河の衝突も要因として考えられている。銀河の衝突によるスターバースト銀河の内部では元からの銀河内にあった恒星系や惑星系が新しく誕生した恒星からの強い恒星風の影響を受けて環境が激変している可能性がある。天文学者たちが建てた概算ではおよそ30億年以内に天の川銀河はアンドロメダ銀河とぶつかり合う。 その二つの渦巻き銀河は合体して一つの大円銀河になると考えられている。ありがとうございます。